はい、皆さんこんにちは、サーバーアクセス宮沢です。今日なんですけれども、ちょっと別の動画でも話した通りですね、アンカーさんがですね、コンデンサーマイクですね、 USB-C で接続するタイプですよ、出しましたので、ちょっとね、 USB-C おじさんにはもう買わずにはいられんということで、もう早速買いましたので、今日レビューをしていこうかなと思います。開ける前にちょっと簡単になんですけれども、製品の詳細を見ていきましょうか。っていうか、もうこの時点で売り切れになってるのやばいですよね。7000円ぐらいで買えるコンデンサーマイク、 USB でつなぐタイプのものになっています。パワーキャスト M300 っていう機種になっています。 Amazon はもしかしたらワンチャン在庫があるかもしれないです。で、こんな感じになっていて、角度の調整とか結構自由自在にできるっていう感じですね。で、品質もかなり高そうですねと。で、大型のコンデンサーマイクですと。周音レベルを調整してくれると。ゲインコントロール機能、これ別の動画出してるんですけど、スピーカーフォンでもついてましたけど、大きさをいい感じに調整してくれる機能があります。これすごいいい機能でしたね。で、直感的な操作といったところで、ダイヤル式のボタンがついているみたいで、ここで音量調整したりとかミュートとかができるっていうのがあります。これは結構ウェブ会議とかではありがたいですよね。で、ヘッドホンを挿すことによって自分の声とかをモニタリングすることができるみたいですね。 RGB ボタンがあるってことで光る可能性がありそうですね。で、まあ、コンパクトっぽいというところですね。で、まあ、一応保証もありますよって感じですね。まあ、ちょっと大きさはこの後手元のカメラを映しますので、そこで見てもらえればと思います。まあ、書いてある通りのことがありますと。はい。といったところでですね、早速もう開けていこうかなと思って、みんなこれ見たいと思うんで、そこ見ていきましょう。はい、今ちょっとテーブルを出しましたけど、はい。こんな感じですね。マイクね、やっぱ、うっかり買っちゃうんですよね。はい。といったところで開けていこうと思います。もうテープはちょっと切ってあります。はい。いきます。はい。こんな感じですね。箱はもうちょっとどっか別のところに置いておきますね。あ、なんか思ったよりいいな。はい。まずこのアンカーさんのやつが説明書とか入っていますね。一応ちょっと見ますけど。はい。こういう説明書とかもろもろこう一式入っています。3つですね。これは後でしまっておきます。で、ケーブルが2本ありますね。CC のタイプですね。両方とも C になってるタイプが1個あるので、これありがたいですね。Mac 使う人とかだったらもう C でつなぎたいので CC がついてると。で、Windows 使う人も CC でつなげる人もいるんですけど、A のタイプもついています。CA ですね。で、ちょっと今見て気づいたんですけど、見えますかね。白いってことはこれ USB2.0 なんですね、多分。なんで、もし汎用的なの手元で持ってていい長さのやつがあったら、そっち使ってもいいかもしれないですね。はい。で、シールナンバーが書いてあったんですけど、これがスタンドと。で、本体がついています。こんな感じですね。っていうか、思ったより軽いですね。パッケージのこの見た目とか、結構金属感ありそうだったんで、なんかあれかなと思ったんですけど、意外と軽いですね。はい。っていう感じになっています。で、こんな感じで、ここが、こう回る感じですね。この部分が下につくっていう感じになっています。ここで調整して、このネジを締めると固定できるっていう感じですね。はい。早速つけていきますが、普通にもネジになっているので、ここに巻いていきます。はい、こんな感じですね。で、ここで、まあ、自由に調整ができて、ここの角度も自由にできるという感じですね。はい。で、ここがダイヤルになっていますね。で、ここで音量が調整できる。あ、ちなみにこれ無限回転するやつですね。カチ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 って止まってっていうよりは、もう無限にゴリゴリしてます。クリック感があって、結構いいですね。ちょっと、こんな感じの音が聞こえます。はい、結構クリック感があって気持ちいいですね。で、カチカチクリックするようになっていて、もうこれでミュートアンミュートができるようになっているかなと思います。で、ちょっと皆さんと一緒に見ていきますが、例えばですかね、裏にイヤホンジャックがあって、ここでモニタリングで本体とつなぐところがあります。で、 RGB だ、もしかして光るんじゃないかなっていう気がします。では早速つないでいこうと思います。今回はパソコンに直接挿したいので、 C と A のやつで挿します。本体の裏に USB-C を挿して、ノートパソコンに挿します。ちょっとノートパソコン今こっち側にあるんで、これ挿しますね。はい、今挿しました。まだ出力は、今この収録してるやつは
いつもの収録してるマイクのままなので特に変わってないですね。こんな感じですね。見た目が光っているので、あ、ここで光り方を変えられますね。ちょっとごめんなさい、暗くしますね。はい、ちょっと今照明を落としているんですけれども、裏の RGB ボタンを押すと光り方が変えられますね。色をそれぞれ単色のものから、ゆっくり多分色が変わっていくモードもあるんじゃないかなという気がします。はい、これまあちょっといいですね。ただここの色は変えられないのかな。でマイク本体青く光ってるんですけど、ここはちょっと変えられるのかどうかちょっと見たいですね。はい、ちょっと一旦明るくしますね。先に今説明書をごめんなさいちゃんと見ました、説明書ちゃんと見ろって話なんですけど、まず多分ここが青く光ってるのが変わらない理由なんですけど、これはマイクをミュートすると赤く光って、アクティブな時は青になるっていう感じですね。なのでここは色が変えられたいですね。ミュート、アンミュートって感じになっています。わかりやすいですね。視覚的にわかるんでこれはすごいいいなと思います。はい、で今2秒長押ししたらこれ緑色になったんですけど、この状態だと音量ですね、パソコンの音量が調整できるみたいですね。この出力の今多分こいつ自体ここのイヤホンジャックから出すところの音量の出力を変えられるっぽいです。でまた2秒長押しするとまた元に戻るんですよね。でこの青い状態だとこのマイクの原因の出力ですね、今この青い光が強くなってるの分かりますかね。これが強いと要はマイク拾うっていうことだと思うんですよね。これちょっと私が後で喋りながらチェックしていこうかなと思います。はい、ちょっとざっくり言うとこういう使い方ができるっていう感じですね。はい、なので皆さん説明書ちゃんと読みましょう。はい、ではですね、ここに置いて、ちなみに私の口はここら辺にあります。でちょっと早速マイクを使っていこうかなと思います。はい、どうでしょうか。今このマイクに変えています。今この距離で話しています。私は多分この辺の口があって、手のこの辺に置いて話しています。角度はこれぐらいですね。これぐらいで今アンカーのパワーキャスト M300 でこれぐらいの距離ですね。拳が 1,2,3 個分ぐらいですかね、離しています。どうでしょうか。こんな感じで聞こえています。で今青くなっています。ちょっと今見えますかね。照明をまた落としますね、光がわかるように。はい、まあ、ここが青く光っていますが、ここはマイクのゲインコントロールになっていて、ちょっと光が強くなります。ちょっとここを調整してみます。今最大の状態になっています。ここからちっちゃくしていきます。あー、今かなりちっちゃくしました。ちょっと近づきます。あー、でここからまた戻します。あー、今これ最大ですね。こんな感じになっています。光で見えるっていう感じなので、ちょっと今この向きにしちゃってるので私からだと全く見えないんですけど、こういう風に使ってもらうと、正面に向けてもらうとこの感じで調整がしやすくなっていいんじゃないかなって気がします。これホームページ見るとおそらくこの上の部分がマイクの集音になると思うので、ここに向かって話しかけるっていうのがいいんじゃないのかなと思う。なんで横に対して話しかけるっていうよりはもう完全にここに対して話しかけてください。はい、という感じになっているので、こういう風に使うと。でここでやっていって話しています。今こんな感じです。なんでここで今いきなりちょっとまたごめんなさい、大きい声を今から出します。多分アンカーさんの機能で大きくならないんですけど、一応今から大きい声出すことはちょっと言っておきます。あー、はい、どうですかね。ちょっと今大きくなりましたけど割れなかったんですよね。多分 OBS の画面上で割れずに済んでいます。なんで実はここのいきなり大きい声出したりとかしても大丈夫です。多分猫がいきなりこうピョン飛びのうわってなっても声出しても大丈夫っていう感じですね。でここはちょっといいところかなっていう気はします。結構いいですね。で個人的にまあここの色はあれなんですけど、すごいやっぱゲーミング感あっていいですよね、これは。はい、で一応ちょっとここでやっておくとですね、さっきモニタリングできるっていうお話をしていましたので、ここにイヤホンを挿していこうと思います。前紹介したかちょっと忘れちゃったんですけど、ゼンハイザーさんのイヤホンをつけていきたいと思います。 i100 っていうこのイヤホンなんですけど、これでめっちゃ音よく低位感があって結構いいので、ゲームやる人マジこれおすすめですね。はい、今私はこのマイクにイヤホンつけて話していますが、今自分の声が聞こえています。今これだとマイクの音量調整になっているので、ここからまたさっきのように長押しして自分の声の聞こえ方を調整します。2秒長押しします。
はい、2秒長押しするとブリードになっていますね。なのでここでこの自分の声とかの音量が調整できます。これ今多分私は聞こえてないです。今多分マイクで収録して皆さん聞こえていると思いますが、私は自分の耳に聞こえていないような状態になっています。はい、こんな感じです。なのでこれはいわゆるゲームの音とか流したがると、もしかしたらこれ自分の声も聞こえちゃうんじゃないかなって気はするので、ちょっと注意が必要かなとは思います。ゲームとは別で聞くとかっていう風にできるので、ちょっとそこはうまくコントロールしてもらえればなと思います。でここでまた戻すと自分の声聞こえてくるかなと思います。あ、今気づいたんですけれども、これ緑色にしてからしばらく放置すると元のモードに戻りますね。今ちょっと戻します。今自分で聞いていて、これちょっと気になるポイントなんですけど、自分の声をモニタリングしてるんですけど、ね、この音量調整ですけど、カチカチのクリック音が意外と入りますね。こうやってですけど、カチカチカチっていうのがすごい今耳に聞こえてるんですよね。それがちょっと気持ち悪いかもっていう感じではあります。はい。今ちょっとモニタリングの音量は10ぐらいにしておきます。今こんな感じで聞こえています。はい。ちょっとこのまま待ちたいと思います。あ、今戻りましたね。青に戻ると。多分10秒ぐらいかな。無操作だと戻るみたいですね。はい、今こんな感じで聞こえていますが、ちょっと近づけますね。今拳2個分ぐらいの距離で話しています。こんな感じになっています。今音量マイクの原因は多分全開ですね、のこれぐらいですね。というかいつものみたいにちょっとだけ文章を読みますね。音量調整は直感的な操作に対応したダイヤル式を採用。ダイヤルを回してから細かな音量調整ができるだけでなく、ボタンを押すことでミュートのオンオフも可能です。今拳2個分で話しました。ちょっと話します。拳4個分ぐらいですかね。ちょっと話しました。音量調節は直感的な操作に対応したダイヤル式を採用。ダイヤルを回して細かな音量調整ができるだけでなく、ボタンを押すことでミュートオンオフも可能です。はい、といった形で今話していました。ちょっとまた画面戻しますね。はい、まだアンカーのマイクで話しています。こんな感じで聞こえています。はい、意外と悪くないというか、今私も今自分で聞いてるんですけど、なんかコンデンサーマイクにしてはすごい結構声がクリアに聞こえるなという印象ではあります。なので結構入門として使ってみるには結構いいかなと思いました。お値段もですね、私初回のセールで多分 20% オフぐらいで買ったんで5000円で買えたんですけど、今の多分7000円で買えると思いますので、皆さんもう年末でちょっと買おうかなって思ってるじゃないですかね、皆さん。なんで、もうなんかちょっと1万超えちゃうとね、うーんってなっちゃうんですけど、まあ6000円ぐらいだったらちょっといいなって思えるんじゃないかなと思うので、ぜひこれもチェックしてもらえればいいかなと思います。マイク戻しますね。はい、今収録しているいつものマイクに戻しました。 AG03 っていう機種から出している MV7 というマイクで今戻しました。はい、意外と正直なんか普通に悪くないなっていう感覚ですね。私も会社で行った時とかにマイク置いて使ってるんですけど、結構いいなと思いました。最後にちょっとサイズ感だけ見せたいなと思います。ちょっとごめんなさい、また手元に戻します。前回紹介したレイザーのセイレン X っていうのがあります。これとアンカーのマイクがほぼほぼまあ同じぐらいかなというところです。マイク自体の大きさはまあそんなに変わらないっていう感じですね。今スタンドで立てた時とかの大きさもまあそんなに変わらないかなという印象ですね。唯一違うのが、このアンカーのマイクはここが音の正面になるので、ここを口向けましょう。でレイザーの場合はここがマイクの口になるので、ここで調整する感じになるので、ここで調整しましょうという感じになります。でここもどちらのメーカーもミュートボタンがついているので、私的にはすごい使いやすくて、どちらもいい機種かなと思います。多分どっちも PSO 対応してるっぽいので、休みに入るし、なんか若い方とかだったらお金もらえるじゃないですか、お年玉とか。その時とかにこういうの買ってみるのがいいのかなっていう気がしました。はい、すいません、ちょっと今日はだいぶ長くなってしまいましたが、アンカーさんのコンデンサーマイクのパワーキャスト M300 を紹介してみました。ぜひですね、皆さんもチェックいただいて、どうしようかなって考えてみてください。はい、というわけで今日の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。